録画開始いたしました。それぞれ A 番台から E 番台までもう着席していると思いますが、スタートボタンを押して始めてください。よろしくお願いします。もう気づいたら10月、本日9月31日かなと思ったらね、31日ありません、もう10月です。はい、10月ね、今もうこの瞬間まで忘れていましたが、今週の日曜日に誕生日となりまして、もう27だよ、つら。やばいよね、1年経つの早い早い。 Heaven or Hell Duel 1 日曜日だからお休みなんだよね。はい、A 番台ゼロベースの第1試合、めぐる会対岡も鍋ソル。さあ、ノーマルカラーで合わせてくる、合わせてくるというと、コスプレ的なあれではありませんか。ついに古田ですよ、背番号2敗者、うまーく本場に行きます。古田の前にですね、さあ、画面端で悪魔のファミリーを決めていきたいということですが、しっかりチャージの攻め、プレッシャーをかけていく。マイハイスラから高校距離取ってジャンケジャンディ、ソロの飛び込みがタイガー結構落としづらい部分がありますので、ちょっとね、早めに技を出して落としていきたいところ。しっかりホルトを使う、大事なことでございます。うわ、突然の、しかも空中、そしてバーストをスカフ、足場で停止性技となっておりまして、タイのレーバースラストの、スカフまでいます。前回前々回は笑ってしまいました。今回足場でスカフしていくという感じで、かなりいい勝負となっておりますが、どうなるか。フリーの手は突然のガードフェモン、なんということだ。ジャンケに当たって画面端に、変身したそうに動いているか。どうなんだ。うわ、なんか噛み合って、画面端キャーのゲージがない状態の、はい、ちょっと時間も見ていきたいところですが、ドラゴンインストール、パチピー、なんでやねん。おい、かけろ、グランドワイパーが出ない。まずとりあえず準備運動。これは消化不良でしょう。デュオ2、Turn up the heat。ただ最近空中 S さん、攻撃テクレが5ということもありまして、固めで使うと強いんじゃないかということで見直されておりますね。金 S などジャンプキャンセル可能な技から、低空で S スターをガードさせて止めない足払いとかね、クラップいった場合はそのままね、コンボにいけるという非常に優秀な技となっております。ダメージダンサー DDKSAS ハイスラーボルカ、画面端ガンフレームしっかりオフィスができている。そして画面端足払い、これはリパかグリーンのスパが出なかったんでしょうか。さあ発熱した旋回、タイガーしっかりダメージを奪って、中央トースでグリーンのスパ、バーストバースト対策みたいになりました。ダメ足ガンガン押し当てたのに返す、それ怖いですからね。おっと、ライオットスタンプを捉える。そして先ほど言ったように攻撃フェイク、赤いのしっかりつながる。おっと、踊る踊る、変身確定しそうな感じ。おお、当たらない、出ない、ペパーと巻き込んでダウンが取られて位置を入れ替わる。おお、ピーピーピー、昇竜拳が出ない、走って画面端が速い。あの距離のグランドバイパーは何フレームなんでしょうかね。多分やばいです、超速いです、かっこいい。そして最終ラウンド、バースト止まりました。めぐるさんの回、ソルのねプレッシャーは本当半端ないんで、ここをどうやって耐えていくか。端 D じゃない、何ヤフェドラ、うわうまいコンボになって、かなり衣装入れ替えた。めぐる回、ここに攻めていきたいところですか。ここは距離を取ります、無理はしないで対応していきたいところです。ギルドセバーしっかりコンボを決めて、ここは無理はしない、ジャンプ D で中軸に刺さる、ダメージ。さあ前一気にガンフレームが出なかったか。さあまだフリーマンにはなっていない。さあフリールはジャンハイドメン返す、K が当たって画面端、貝側はグリードセーバー、
マースを触っている。下でマース足払い、 B 番内読み出しの方大丈夫、足払いからロマンキャンして D ハフミール、ちょっと遅れてしまったか。さあ支配するまで決まって、ここで勝ったのは岡本鍋ソルとなります。ソル戦はあのファフミールの後はですね、結構あの円安とか足払いとかがあるんですけど、ゲージがあるとリターンは高いんですけど、ゲージがない時はね、そこまでリターンがないので、強気に1回は暴れてみるのはありかもしれません。回だったら足払いとかね、カナディアンマンさんのミリアとナギさんのアクセル A 番台、佐藤家さんのファーストとおここさんのポチャムキン B 番台、B 番台はこちらです。そうですね、めぐるさんはしっかりコンボもできていたので、あとはキャラ対戦してね、対策とか覚えていくとすぐに上手くなりそうな動きでしたね。さあ、カナディアンマンメディア対ナギアクセル、主役は俺様、発見。鎖がまあ意外と小さいんですね。このキラッと光る演出結構かっこいいんですけど、ちょっとどうしてもね、熱血アニメっぽいスーパーロボットチックな鎖方なんで、少しだけちょっと見るのに合わないかなっていうポイントではありますね。オープニングの演出。さあアクセルミリア、置き攻め開始。さあ早い展開で来ました。おーっとジャンピーで返す、 2K 禁 S、 足払いがヒット、 S ライエーからハーチへジャンピング、シャ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 、センサーん当てる、デュオキル、トゥーンアップヒー。さあまずは回復弁天でビブラしていく。さあ宙づり爆発、爆発やばいですよ、減りすぎですね。さあここで画面端待っていきましたが、ジャンピーが搭載連戦、右側飛ばしてはハゲてもね、近づいてダイムを取って置き攻めといきたいんですが、ここは前ダッシュ、上半身無敵ならマイピーをうまく使っていきます。そして置き攻め見えるか、置き攻めがここは通して画面端足割れからしっかり当て、当たりそうで当たらない。はい、さあ前ピンと SPD から S サイスラーブリフで起こして、弁天様ここは消えなかった、2段技となっておりまして、1段目は消したんですけど2段目がヒットとなっております。さあ一周ランド、さあ前転ディータリス、画面端 S レイヤー、あと当て身が追いてやった、画面中央前ハイスラー引っ掛けて何を狙うか、前転からのピンクを差し込んでいく、前転様で吹っ飛ばして遠距離戦、前にも出る、おっとそれ当たりましてガード、さあ立ち合いするにバースト BB と行きたいが、ワーク変な当たり方、変な当たり方さっきから多いですね。カウンターヒット拾ってコンボをしっかり決めて置き攻めていきたいが、ここはミス、ゲージがたくさんあります。おーって足を伸ばしてしまって、かっこいい演出からおーっと空中ガードできないのかこれぽいですね。まあとりあえずホールドした方が良さげです。勝ったな、逆する長く美しい女の髪とは、B 番台めぐるさんの回と高橋さんのラムレザル B 番台、 A 番台では
アリポンさんのファウストと岡本鍋さんのソル A 番台でお願いいたします。 A 番台はこれ一応1回戦に当たりますので、ここで負けてしまってもまだあります。0回戦も同じく、まだありますのでよろしくお願いします。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the mayhem? Faust, Soul Bad Guy. さあ行きましょう。アリポンファースト対オカモナベソル。Versus Soul.Get ready to run. オペが必要。Heaven or Hell. Duel one. あ、大丈夫ですよ。Let's rock. さあ、ファースト対ソル。ファースト対ソルは、ファーストがね、結構砕けるのがめんどくさいんですよね。横幅が大きいので、どこでガードしても2段目の炎が当たってしまうということで、なるべくなら来る前に落としたいなといったところでしょう。ああピンク、ピンク、まずピンキー、ピンキーの色合いとか懐かしいですね、中日ドラゴンズ。おお、チャンピオンがストレートに当たっている。だけどこれですね、あと燃えてこれバーストゲージが溜まっている。下で盛り食い込んで、さあここでギルクシムラのカーゴのメテオ足がヒット、いい、パフニールといきたいところ、ちょっと飛ばすか、ガンフレーム、ちょっとガン、なんだっけ、ガンフレーム、ガンフレームでいったんだ、ガンの後が出るかなと、やべえ、やばいです、ガンって、俺がガンフレームしてみる、かくったか、しゃがみ、パーチが当たりません、ほぼに止めた、パフニール、足払いからのリボルバー、鉄壁ですね、鉄壁じゃねえ。鉄壁ってなんだよ、守ってんじゃねえか。あかん、ポトフォーが出てこない。さあ打ち上げていく。なんかね、今日疲れちゃったんですね。なんか朝からテンション高くして、もう体力残ってないみたいです。さあ、ガメの順位。さあ、2フィートから裏を取るが、こちらも2フィート返していく。ゾーンのマイウェイ、ガンを取って。おっと、ここはドリキャンからのジャンプリー、思ってた氷の2択をね、仕掛けていこうとしたんですが、ドリキャン失敗してしまいました。ドークをもらってしまった。円安から走って2杯から。おー、ちょうどメスに激突。これは痛いですね。失明の恐れがあります。最終ラウンドは。グランドワイパー、この牽制技もファーストちょっとめんどくさいと。結構、こうやって見るとね、ファーストめんどくさい技結構多いんですが、これを使いこなしていくと、投げさみたいになるかもしれませんね。さあリボルバー画面走り、おっと裏を取る、ハンマーがヒット、空中ダッシュ、ジャンハイからポルカが出ないがダメージは与えている。足村ヒット、ゲージがある、これは危ない、前ハイスラ中段から、さあドラゴンインストールを狙ったんですが多分足元シュイダーでしたね。あなたの体急激な変調。さあ岡本鍋さんまだ試合があります。アリポンさんは続きまして2回戦の方進出となります。おめでとうございます。ではちょっと中級の呼び出しも入っていきますので少々お待ちください。 A 行く。 A 番台伊勢ノンさんの回答、シャルさんのミディア A 番台お願いします。はい、C 番台、 C 番台エトロアクセル、グラスレイヤムとソルチームと、羽山ミリア、マサトウメイ、サライソルチーム C 番台、D 番台はできなくて、できる、あ D 番台はアツシさんのチームと、メタさんのチーム ABC、 D 番台お願いします。一番奥 E 番内では銀次さんのチームと亀子さんのチーム、こちら配布の方ですね、よろしくお願いいたします。
で、B バンダイ、カナディアンマンさんのメディアと佐藤さんのファーストを B バンダイでお願いいたします。もうやってるね、やってないか、まだやってないか。では A バンダイ行きたいと思います。どうぞスタートボタンを押して始めてください。伊勢門さんのファイト、シャルさんのメディア。シャルさんはイグゾードになってソウルからメディアにまたメインキャラが戻ってきた感じですね。で対しまして伊勢門さんはもともと PR までは制作を使っていたはずなんですけども、今回はねまだ出演していないので回で参加となります。ソウルかなと思ったんですけども回ですね。B ですね、これまだ読んでなかったです、ごめんなさい。さあそれでは行きましょう。 A 番台では、勝ちトーナメントとなります。初級者大会1回戦、こちら負けてもまだ試合がありますが頑張ってください。油断しましたね、ちっちゃな、しまった。セノンさんはエンシンジェルとありますが、どこら辺かは分かりませんが遠征です。さあシャルさんはね、もともと PR までもメディアだったんですが、やはり稼働職のメディアが弱いんじゃないかというね。あれにちょっと騙されてしまったのかもしれません。戻ってみました。やはりミディアは奥攻めが強い。画面8位、ミディア回は上手い人となると結構ハイ側がいけるみたいな話聞きますが、どうなんでしょう。まあ、とにかく、上級者ですら、ね、防ぐことが難しいミディアの置き攻めですから、なるべくね置き攻めダウンされないように取られないように攻めていきたいところですね。まあ、こんな難しいこと言うなと思いますね。最初の必殺ガードのグリードセーブ上がりますが、ミディアがちょっとしゃがみなの姿勢が低いんで結構あのガード間に合ったりしますね。さあここでキーパスをゲージ 200% にはなりません。バーディー上半身の敵を合わせていく、ベアフキャンセル。最初ちょっとイエローって言わないで、危険はちょっと難しいですね。結構早い、はい、スラダメージ中断策きつい、難易度があるがうまくしのいで、ワンダー変な取り方して勝ったのはシャルミディア。足払いがマイハイスラのやられ判定に当たりましたが体力残らず勝っているのはミディアとなります。おやすみなさい。ミディアウィン。伊勢野さんはまだ試合があります、お待ちください。 A 番台、なぎさんのアクセルとクロトさんのラムレザル、 A 番台です。紳士を気取る前に見識を深めなさい、王様でしょ。Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? Rapper Val Axel Rowe. The Ramblethal Axel. Ramblethal versus Axel. Get ready to rock. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock.さあ開幕ジャンプリーで沸騰していきます。おっと、なんか配信の方は配信じゃねえ、配信の方か、録画の方が少しフレームが飛んでいるかもしれないんで、まあ動画上がった時に頑張るからすいません。おっと、ジャンケから盆踊りクイーンの下段、
おお、なんか飛び回って、あ、勝者が飛んでくる。ダメだ、剣を持ってない状態のね、S 廃止が結構判定とか結構どころじゃないですね。ハイパー強いんでやばいっす。さあ、イグニの3個集団で潰していく。一本選手フロットラムレフェル、さあ、中央投げ、ゲナンフラー、金エスは将来、おーっと、うまいこと2敗ストロー、飛んでいく、シー、いや、シブトン。とかしていって、いろいろありましたが、勝ったのは、クロトラルザル。続きまして、RT さんのファイト、おここさんの補助の金、エヴァンナイトとなります。あなたの存在は事態を複雑にしてしまう、早く退場してほしい。はい、おここさんと RT さんいますか。あ、いますね。 A 番台です。 B 番台、どこだ。岡本鍋さんと伊勢のんさんの会 B 番台でお願いいたします。佐藤さんまだ試合あります、帰らないようにお願いいたします。あるよね、ある。 OK、 はい。Who dares to enter the main? I kiss. Ochomiki. Kai versus champion. Get ready to run.はい、では行きましょう。 A 番台はおここぽちゃむきん対 RT 対 R さん、あ、 RT さん。おーと、ここが返していった。ぽちゃむきんの置き攻めがめんどくさい時はバックステップ連動するのがいいかもしれませんね。めんどくさい処理を失敗してしまうと、グランドルコールの、3H に飛んでくるやつはカウントダウンと浮き身のベース流れてしまう。海側は先端の場合でガンガンエース振ったりとかして、嫌がらせをしていきたいところ。もしくは2敗すらですね、2敗すら2段技となっておりまして非常に強力です。ハンマーホールをしていても2敗すらが潰してくれますし、ガードされているのでジャンプキャンセルができる。まあ、そういうわけでね、結構この2敗すらめんどくさいでしょうね。メガフィストも多分潰せますからね。さあ、グリードセバー身長が高い、もちろん金は非常にガードが難しい。さあ、投げていく、強気ダメージ、ダッコ前、はい、前、はい、が当たらない、飛んできた。そのままジャンプアイスラーめくり、ダイナント投げて、遅い、投げていく。もっとちょうど倒れているところ、受けることに成功。達者者がハンマーホール SP といきましたが、ここは当たっていた。さあ、3-1、おっと、ケツ判定が強い。さあ、PTPP といってここでケツで振ってくる。これね、今回中盤ではなくなったんですけども、やはり強力ですね、判定が強い。飛んでくる、おっと、起き上がったところ、軸足の位置に戻ってきたので、軸足とは言わないか。ファーストは打てず、勝ったのはおここぽちゃむきん勝利となりまして、 RT さんはまだ試合があります、残ってお待ちください。もう間もなく試合ですね。 A 番台準決勝第1試合、アリフォンファースト対シャルミディア A 番台です。
勝利して制覇せずがゼップの国是だ。公正外交と呼んでいる。穴に腹を割る。いい番だよ、終わった。終わったよね、多分。終わったのどっち。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main?今台 MM チーム対平岡チーム、一番奥の台 MM チーム対平岡チーム、はーい、一番奥の台でお願いします。さあ A 番台準決勝第1試合、シャルミリア対アリフォンファースト。これは緊急ですね。 Heaven or Hell Duel 1B 番台、ナギさんのアクセルと RT さんの回 B 番台で試合となります。高橋さん、佐藤家さん、岡本鍋さんはまだ試合があります。帰らずにお待ちください。アリコンさん、たまーに出場に行くときに、プレイしてるとか見たくないんでね、やはり出場勢として頑張ってください。おー、刺さって、打ち上げる、決勝進出はアリコンファースト。シャルさんはこれにて試合終了となります。お疲れ様です。そう、準決勝第2試合、クロトロラムレザル対オココポチャムキン、レッツゴー。いやー、来週の月曜日にね、中央春と野球見に行く約束したんですけど、母親のね、入院費とか手術代とかね、お金出したらなくなっちゃってね、いけるかな宝くじ当たんねえかな、勝ちないけど。さあ行きましょう、クロトラマリザル対オコココシャムキン、勝てば決勝進出。おっと、色が、なんだっけ、ニュートロンジャマーじゃなくて、あれですよ、あれ、フェーズシフト操作ですね。さあ、2P から、さあ、2回。さあ、ゲナンデ崩す。ここでバースト。あ、ラムダーの剣は設置している状態からでは速い、軌道、そして遅い軌道、2つを、ね、使い分けられます。持ってないときは大体速いんです。コピンでは返せますが、速いのはマジ速いんでね、気をつけないといけませんね。おっと、アウト、やばい、画面足ガイガーン2杯。これはピヨルか、ピヨらないでしょ。あ、ピヨった、急げ急げ急げはい、これにて終了でございます。おーっと、抱きついていく、ダメなし。あー、本命マスターギャル。一方戦車はおこぼ商品やったぜ。B 番台、めぐるさんの回答、カナディアンマンさんのメディア B 番台でお願いいたします。やばい、今ユニコーンが頭の中で流れてる。終わりそう、まだ弱いそれでも、それでも、トランシーでも、人がトランシーになってるの見るとなぜか笑いが出るんだ。自分がやるとイラつくけど。さあ、1本取り返してクロトラムザレ。デュオ3、キーパンライト。
スタートスピー返して、ロッコ一緒ロッコ一緒、ボーン踊り、画面押し。さあ画面押し、あーここでやばいですね。もうなんかダブルドルもう何もしなくていいんじゃないかなと。いい中に入る、あそこでヒット、ダブロー、PK、PK、PK、PP、P、 カブごめん、残念でした、カブ通り。あーだだだだ、あーなんか前に進んでいるのに引き戻せられる。さあよ、すごい、はい、レッツゴー、好きなことして死んでくれ、やったー、終了です。ビビビビビ、ABC、D バンダイ、メタさんのチームと、トラストさんのチーム、ABC、D バンダイでお願いいたします。掃除して、レムザー、ウィン。いやー、残念でございました。では、A バンダイ初級者大会の決勝戦にもなってしまいますね。行きましょう。アリフォンさんのファーストと、クロトさんのラムドル、A バンダイで試合お願いいたします。この後まだ初級者大会進行の都合上3位決定戦までを A バンダイと B バンダイで行うかもしれませんが、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと待ってください。 A バンダイ大丈夫ですかね。Guilty Gear Exile Who dares to enter the mayhem? Mouse C 番台、 C 番台、エタローさんのチームと、アジさんのチーム、 C 番台でお願いします。さあ決勝戦となります A 番台はアリコンさんのファーストと、クロコさんのラムルガルです。何つくんの、ウェルチって言ってんのこれ。さあ、キングスの試合ですが、ここでバスを剣を動かして、あー、トップしました。はい、からのゴーイング、画面足、落ち詰め、2K からドリルが軸、暴れ潰しです。ラストはカブリー、まだワンストライク。ポンポンポン、よしやすら、ラスト、ラストだね、ラスト、あー、叩き潰される、これ、叩き潰してるのにね、ポーンって浮くのがね、前回のダスト、ソルのダスト、あの下にパシーンってなってるのに、上に飛んでいく、なんか理不尽な感じがしました、いいですね。爆弾、あー、立ってしまう。頭や爆弾、タッチ系で拾ってジャンプ柱まで、ここは何とかして取り返して、最終ランドも一体どうですか。ロマキャンを使って相手の動きを遅らせるのをめった切り、最終ランド優勝どっちか。 B 番台、伊勢ノンさんのカイト、ナギさんのアクセル、 B 番台でお願いします。あとは爆弾がよく爆発します。さあ PPPK とポイント、画面まずい、あと連携素晴らしい、しっかり決めて勝ったのはクロトさんのラムレザルということで、本日の初級者大会優勝はクロトさんのラムレザルとなります。おめでとうございます。もう見たくない、掃除して。さあこれでね、初級者大会、ちょっと進行の都合上決勝戦を先にお送りいたしましたが、これからは3位決定戦と、ベスト8とかベスト4決定戦を、続けてやっていきたいと思います。じゃあ A 番台、高橋さんのラムレザルと里毛さんのファースト、 A 番台お願いします。ゲームオーバー。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main? Faust. Ramadal Valentine.
さあ行きましょう。組み合わせとしては2000年代となりますファースト対ラムレザレ。あ、リードちょっとだけ頼んでいい？さてさて、もともとねソルとハイを使っていたこのお二人ですがキャラを変えてこっちで頑張っているみたいですが、メテオが振ってお互い端々から攻めの機会を伺う。殴ったのはファウスト、ダウンを取ってコンボには至らず、さあ捕まえたドラメダルバース吐いて、体力的にはファウストがだいぶ有利。さあ実はさっきからあらゆるキャラに対して感情を狙い続けるサトゲファウストでしたが、ラムレザルにはうまくいかず残念。さっきね B バンダイでミリアに対して決めてるのは僕はバッチリ見ました。さあもう一回これがやりたいだけなんじゃないかという説がちょっとある。さあ今度はきっちり、ありがとうございます。さあ2敗まで当てて里毛さんが1ラウンド先取。はい、なぎさんの勝ちですね。じゃあ B 番内呼び出します。 B 番内岡本鍋さんと RT さんですね。 RT さんいらっしゃいます？いないかな。 RT さん、RT さん、いないかな。帰っちゃった。他RT さんいませんか。まあいいや、 RT さん、 RT さん、あ、いましたね。じゃあ B 番台で岡本鍋さんとお願いします。さあ画面に戻るとやっぱり艦長を露骨に狙っていったサトゲファーその姿があった。ありがとうございます。さあ端から刻んでいく。剣の配置がね、なかなかいいところにあるので、この遠距離戦はラムレザル有利かと思ったが、どこ、不思議なドアを使って近寄っていく。さあ露骨にやはり艦長を狙っていく。もうこれがやりたいだけなんじゃないのか。さあアイテムで攻めの機会を伺っていきたいファウストと、設置した剣で攻めの機会を伺っていきたいラムレザル。捕まえたのはラムレザル。バーストを吐いて体力お互い短い。動作はどうなる。テンションゲージはあんまりない。 2K2 杯でどんどん暴れ。さあ来た、さあ来た。やりたかっただけなのかな。はい、ありがとうございました。じゃあ里毛さんのファーストの勝利ですね。じゃあ A1 台、三決の方やっていきましょう。めぐるさんの回と凪さんのアクセルになります。めぐるさん、凪さん、じゃあこちらなりますので A 番台でお願いします。Guilty GearExa. Who dares to enter the main? Axel Lowe. Kai Kiss. Kai vs. はい、それでは行きましょう。ナギさんのアクセルと、イグルさん、メグルさんの回。Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock.ハーチピンで返す。遠距離戦となりますが、結構どうですかね、あのハイの3位置は連戦撃で、リターンを取りつつ返していくのが多いんですけども、
ハイスラッシュの低空資産、打つのは難しい場合はジャンプとかでも折り際 3H ですね。折り際ハイスラッシュ 3H は結構めんどくさいみたいですね。これはね、やっぱアクセルめんどくさそうですね。あとここはちょっとめぐりにしました。ナイキー間に合わせ、こっちから追いかけました。ニエスから距離を取って 3H、 おーっと輪っかに囲まれたが、今だ終わりか。ファーマイスラーいい判断、勝利権ダメなし、吹っ飛ばして OK、 トッパンから前半からヒット。今ねダウン取れないんで結構頑張らないと大変そうです。E ワンダイ、金子さんのチーム対羽根屋さんのチーム、金子さんのチーム対羽根屋さんのチーム ABCD。 E ワンダイ一番奥の台でお願いいたします。おーと気づいたら飛び跳ねている、はい、とかさあここで決めていくのはナイアスルー勝利。文武両道彩色権利、何をやってますげ。さあそんないけぞー。さあ今3位決定戦だったのか、今3位決定戦だったのか、あごめんなさい、3位は、なぎさんのアクセルとなります。おめでとうございます。あいよじゃあ B 番台初級最後で里毛さんと RT さんやりましょうか。里毛さん、里毛さん、はい、じゃあ RT さんそちらになりますので B 番台お願いします。 A 番台は今ね設定を変えております。ただまあ進行上多分少しだけ待ちですかね。 C 番台が終わり次第 A 番台がご案内できると思います。平岡チームはいますかね。平岡さんのチームは多分C 番台が終わり次第 A 番台での対戦になりますので、ちょっとこちらで、はい、このスクリーン前でちょっとお待ちください。先ほどのねラムレザルにひたすら刺激的絶命拳を狙い続けた里毛ファウスは今 B 番台で対戦しておりますが、まあ相手が下位なので、この世の真の万象を定義する世界、一部の方には非常に映せなくて申し訳ございませんが、まあその辺は良いことも悪いこともご了承ください。想像も E 番台大丈夫ですかね。あ大丈夫かな。あチームは分かれてるっぽいので多分大丈夫ですね。そのものは身震いを抑え、こう語った。現状で勝ちトーナメントの決勝まで駒を進めているのが平岡海、中山ポチョムキン、ワリスマ、メイチーム。その勝ちトーナメントの決勝で今、敵を争っているのがエタロアクセル、グラスレイヤー、ムトオソルチームと、アツシミリア、ネイアクセル、渡辺ノム、ラムレザルチームですね。中は平穏を得ることとなった。しかしもう1、2試合ってところですかね。その C 番台に関しましては本から出てくるものがいることを。で敗者復活の方はまだ混沌としていて何とも言えない状態ですね。これより全世界に宣戦布告する。あなた方出来損ないの人形どもは全て根絶やしにする。未来を悲観しろ。はい、ありがとうございます。で、まあこの後
あ、また刺激的絶命剣入ってる。さすがですね。B1 内に関してはこの試合が終わりましたら、の試合台になると思います。あとは E バンダイとかもいけそうかな。その辺も D、E に関してもこの試合が終わ今の試合が終わり次第、設定を変えての試合台にできると思いますのでよろしくお願いします。じゃあ B バンダイ勝ったのは、RT さんの回ですね。じゃあおめでとうございます。これで今日の初級大会に関しましては全て終了となります。ありがとうございました。では B バンダイの方はこれから設定を変えていきますので、初級大会参加者の方、段位の制限が、何段だっけ、2段までの、3連勝制限の台となります。どうぞ初級大会参加された方はどうぞご利用、内制限の許す限りご利用ください。そうですね、平岡さんのチームは A 番台付近でお待ちください。もう間もなく呼び出しとなります。C 番台終了でよろしいですかね。では、A 番台、呼び出します。 A 番台が、平岡海、中山ポチョムキン、ワリスマメイチーム、対するは今 C 番台でちょうど勝ちました、エタロー、アクセル、グラスレイヤー、無刀ソルチームになります。いや、すみません、 A 番、エタローさんチームはね今終わったばかりですが、 A 番台移動して 1P、2P を決めて対戦の方を始めてください。あ、 C 番台も戻せる。もう終わったら全部 CD 全部戻せる。平岡チームです。ハイポチョメイン、はい、 B 番台大丈夫です。 B 番台は、上限が2段までの3連勝制限の台となっております。どうぞご利用ください。さて、じゃあ A 番台の方もそろそろ順番がというか先方が決まった感じですかね。ちょっとお互い腕を組んでの読み合いが始まっておりますが、中山ポジョムキン、ワリスマメイです。じゃあもうちゃちゃっといっちゃいましょう。じゃあ決まったら席についてください。D 番台終了ですかね。定義する世界バックヤード、そこで定められたことは全て実現する。良いこと。 D 番台結果を教えてください。天雷さん、どっち勝った？天雷さんの方ね。はい、残りは全部 A 番台でいきますので、A 番台周りでお待ちください。なぎさんちょっと横ごめんね。A 番台がさあ見ます。先鋒戦が始まっている A 番台側が、平岡海、中山ポジモキ、ワリスマメイチーム、先鋒ワリスマメイ、スピーガーが、エタロー、アクセル、グラスレイヤー、ブドウソルチーム、先鋒グラスレイヤー、メイスレイヤーってどうなんでしょうね。さあ必要に足元を蹴飛ばしていく、蹴り返して、さあどんどん投げる。これはもう完全にグラップラー。あ、グラさんとはまさかそういう、でもスペルが違いますね。さあ体力もほぼないメイラが今ゲージを吐いちゃった。さあどうなる。イルカさんが当たるが体力差はちょっときつい。 SS でラウンド取るは
グラスレイヤー。さあ開幕、また投げていく。この男グラップラーに引き、さあ画面端まで到達。さあタチピータイクからダウンを取ったのはメイ。端から抜けることができない。ゲージ的にはメインが有利だが、さあやっと中央に押し返せるか。いや、玉とイルカを設置して有利な状況に持ち込もうとしている。さあ中央イルカ刺さってカウンター、おいしいぞ。これはエンドンガまではつながらないのか。さあひたすらこのメインシップの左側の背景がよく見えるこの戦い。端側から中央に展開するスレイヤー、足払いは届かない。横イルカは届く。さあ体力ロットのスレイヤー、ゲージは緑色から青色へ。さあ最後投げてラストは空振り。ジャイアンツ刺さって勝ったのは、あ、勝ったのじゃない、ラウンド取り返すワリスマメイ。最終ラウンド、さあゲージを使って置き釣りまで持っていくワリズマメイン。これはダウンまで行ってイルカ設置、黄色からプレイヤーを逃がさない形。さあ入れ替わる。さあ必要に投げていくグラスレイヤー。さあそれただ端からはあんまり動かないですね。どっちかと距離が離れると設置から始まる感じですね。さあ下段はジャンプです。しかし足払いカウンターゲージ吐いて、さあダウンまで取った体力同じぐらい。ゲージはプレイヤーがいっぱいあるぞ。立ちゲー赤からなんかいろいろつながって勝ったのはグラスレイヤー、先鋒戦勝利ですね。怪力に頼りすぎだ。強くなりたいなら学ぶべきことはたくさんあるが、まずはレディ。Here comes the Daredevil. Who dares to enter the main? さて。中堅出てくるのが中山ポチョムキン。さあ中山さんだけあって筋肉推しですね。さあスレイヤーポチョムキンという、まあ、ある種見慣れた光景ではありますが、さあこちらはどうなるのでしょうか。最初に触っていくのはポチョムキン。投げていくスレイヤー、ポチョムキンだろうがお構いなく投げていく。強気の前ステップが特徴的ですね。さあスライドヘッドでこかしてダメージ重ねから、さあいつの間にか舞台は画面の端だが、ゲージを使って浮かしてポイント前ダッシュから、やっぱ強気の前ダッシュが多いですね。タッチハイカウンター刺さって、さあダウンを取って置き攻めは中段だが重ならず投げ返されて、さあ画面で入れ替わる。ゲージを吐いてドン。さあバースト使った。ただポジョムキン側にはまだゲージがあるの。さあ今度の前ダッシュはとがめていく、リリースでもとがめていく。おっと黄色使ったうまい前に行く。だが SS 刺さってダウンを取っていくグラスレイヤー。さあ勢いに乗っている。さあ開幕バーストを吐く。おーうまい、マッパを投げる。今度も投げる。プレイヤーの体力はあっという間に減っていく。あと1回投げれば、あと1回投げてゲージを使って残るか。残った、ドット。さあ転んでダイス。さあ今度は終始ポチョムキンスペース、ラウンド取り返す中山ポチョムキン。 Duel 3 All or nothing。
さあダウンを取っていく。さあ前出しからの投げ、まあ、全部ラインを押し上げていくプレイヤーだが、ジップスも端となってしまう。こうなるとちょっと辛いか。スライドヘッドはタウンをガード。さあどんどん投げていく。さあ距離が離れる。飛び込みが通った。目まぐるしく端が入れ替わる。ジャンエス刺さって、これはたまらずバースト。残り体力1センチ。さあどうなる。ここでデンジャータイム。ちょっか5パン余りが通る。前出しは通さない。さあデンジャータスピー対空から1センドまで体力お互い1センチ。ゲージ的には補助力がちょっと多いか。さあお互い一気に入ったぞ。ゲージもなし。さあどう立ち回る。コパン下がってバースト吐いて、コパンコパン強い。勝ったのはグラスレイヤー2盾。さて E 番台終了ですかね。 E 番台はカメゴさんのチームの勝ちですか。はーい。おう、一番奥ね。さてさて、じゃあ今ね、勝ったカメゴさんたちのチームは、もうすぐ A 番台での、もうあと全部 A 番台になりますんで、まあ近くでお待ちください。さあ、戦争対象戦という形になって、引き継ぎ出される平岡海。結構ね、今まで活躍している感じのある平岡海ですが。さあバーストはうまく当たり、体力的には五分。バーストもお互い同じようなもん。ダウンを取って置き攻めは中段から下段でもう一回遊べるの。今度はダウトフリードから、さあ置き攻めもう一回重ねて、今度は黄色から相手の様子をしっかり見て相手をコントロールしていく。平岡海ラウンド取り返す。ここで粘ることができるのか。開幕は距離を取ってグリードセーブが刺さり、これは何だろう。さあ投げていく昇竜拳。さあダウンを取って舞台は画面端。空中投げで画面端から逃がさない。バースト読んでまだ入っちゃう。が、昇竜拳からきっちり決めきる。さあさすがの大将、ここで踏みとどまる。さあ続いて 2P 側出てくるのは無刀ソルですね。さあ逆三立てなるか、粘っていきたいところです。さあソルカイ。さあ前キーカウンターから、これはちょっとほぼ楽しきらなかったが、直画から切り返しバースト読んで体力は逆転。ゲージ的には同じようなもんかな。バーストはある分平岡海が有利か。グリードもきっちり立っていく。さあ黄色ロマンキャンセルをうまく使って相手を瞬時コントロールしていくという感じか。平岡海が優勢。画面端から逃がさない。何杯刺さってダウンまで取って、置き攻めはしっかりブリッツしていく。ちゃんと見てからブリッツしていく。あ、素晴らしい。さあ投げた。さあ第2ラウンド。さあ中央での差し上げ続く。ダウンを取って、これは投げ漏れの立ち配がうまく刺さって、
さあ行く、グリード2連発、欲望のグリード。ラスト、これはバーストをきっちりガードして圧倒していく平岡海、大将引きずり出す、逆三立てなるか、それともここで勝負を決めることができるか、エタローアクセル。エタローさんはあれか、さっきはね脇の台の方で台が上がって平岡先生の台を超えてしまいましたね。さあ開幕押していく EX が変な当たり方して、おーきっちりブリッツしていく。さあ前ハイ2連打に対してグリード、同じような軌道だが勝つのはグリード。さあ体力的にもおっとスライクダウンを逃げ逃げて避けようとしたところにジャイアンツが刺さる。これは大ダメージ、きっちりダウンを取り重ねてデッドアングル4でですね、終始先ほどからデッドアングルとバースト読みが冴え渡る平岡海。さあ逆三立てにリーチをかける。あっごめんなさい。さあ今度は走りで攻めていくのはエタロアクセル、これはだいぶ体力差がついてしまった。前ハイ刺さって体力ドット粘れるかい。さあダウンから無理やり中央に押し返すものの、さあさすがの弁天様粘っていくエタロアクセル。さあどうなる、さあボンバーまでつないで優勢なのはエタロアクセル。キンバーストも使ってしまい、これは平岡海ピンチか。ダン王子に受け身を取って、さあ中央まで押し返す。ゲージはエタロアクセルがいっぱいあるぞ。立ち切り刺さり前線の隙に突っ込んでいく平岡海、住所画面欲しい。スピードキャンセルをうまく使って相手を立て直していく。エタロアクセル、これはきついか、体力ドット。弁天様弁天様、なんか刺さればいい。10ピック近くジャンハイが刺さる、なんか刺さってダスト。あーっとこれは AES が刺さる。これで距離を離してってとこですかね。さあ粘りを見せたエタロアクセル決勝進出ですね。何をやってますゲーってのは、じゃ続いて敗者復活戦の方の決勝と参りましょう。花月カオルスレイヤー天雷イノメタボチョムキンチームと対するは、カメゴベノム斎藤ラムレザルロースレイヤーチームですね。A 番台でお願いします。どうぞ。スパーリング。ソウ vs アクセル。あ、Here comes the daredevil。はい、ちょっとね。Who dares to enter the main Soul backup？ ああ、じゃあ何とかしましょう。ソウ vs アクセル。Get ready to Heaven or Hell Duel 1 Let's rock! Seriously,決めるぜ! Saishin Obi! Araya! Seiyuu! Destroyed! Kitane zo! Yame tokya yokatta no ni! Axel, win! Duel 2. Keep on rocking. Seriously, 決めるぜ。最終奥義。あらよ。See you.
シーユーじゃねえんだよ。ちょっと休憩してました。で、ニコ生コメントで遊んでました。以上です。 B 番内から言うな。 E 番内はすでに制限内となっております。 B 番内が2段までの3連勝制限、 C 番内が4段までの5連勝制限。まあ、大体、5連勝するとランク1つ上がるんですよね。同ランクでやると、まあそれを基準に、やっているのもありますが、頑張ってね、ランクアップ目指して行きましょう。あと何試合中継？ 2? 決勝？あと2試合だよね。では行きましょう、A 番台。Guilty Gear Exile。では A 番台、天台さんと亀子さんのチームだな。天台のメタポチョムキン、影さんですかね、和樹さんだか影さんだか、のスレイヤー対戦チームが亀子メノム、ロースレイヤー、斎藤ラブレザル、Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 ちょっとの一撃にん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 ってだけね、それっぽい。それはどうしてシップで思い出したけど、スレイヤーシップはまず勝ちそうですね。つらい。まあ、チップはいないんでどうでもいいんですが、おおラムレザルも意外とタカさんが滅ぼしてるの見ると結構いけるのかも。ブラフになっている。さあこれバースト解釈になります。惜しいんだ。回ってる空、回ってる空、にこやかな顔に見えました。スカイマおっと、触って、もう触って触ってフルボットしていきたいところ。 DS が発生早くなったということでかなり面倒くさいですね。まあ、パンチガードスタートの場合だけど、近づかれる前にっていうところありますよね。なんとかしていきたいところです。それはどうしたの。さあそして、あっここでそうなのき、おっと見ていませんでしたが、とりあえずエースは刺さって勝っているのはスレイヤー。その桁外れの力も知性も君はただ。 Here comes the daredevil。Who dares to enter the main? Venom. Opera. Venom versus Slayer. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. Hazure do. さあ出てくるのは亀子メノム。やはり座りました。まあ、東京ゲームショーでコンパニオンフロボットにしたという噂の亀子さんとコメントにありますが、ここは一気に殺しきれい。いやー痛い、これは。さ
ここでキルバースト決まっていく。さあプレイヤーが上がり回りました。S は効かない、ちょっとお待ちください。君はメンタルに左右されすぎる。鍛えた技が迷わぬ心を作ることもある。雑念を取ってみたまえ。じゃあとりあえず何もなければ再試合で大丈夫ですかね。1ラウンド取るとかそういうのがありましたら押し切りしてもらって構いませんか。どうしますか。 OK、 はい、じゃあどうぞ。まあイグザードではなく、イグザリスクからあるひろゆきステップだったかな、アダム曰く、まあそういう動きですね。下方向連打することによってああいう風にカクカクします。なんだっけな、ヘヴェン・オー・ヘル・デュアル・ワン・レッツ・ロック。さあボタンも綺麗な新品のボタンに入れ替えまして、これアッパンシャーのこのフィネスですね、発生が非常に早い、殴りかけてしまうことがあります。目のことしてはやはり距離をね、詰められすぎないように、うまいこと自分のペースに触っていきたいところ。さあ奥目ジャンピー弾いて、ワイドハイカーカウス、エスカーカス、マーディーしっかり見て、ここでデッタングル、こっからロングステップ狙っていきますが、ショートステップですね、ステップですね、投げて前、ハイ、デュービースカーブはもうないんだ、キューファイブ、足割れで返していく、発生が早い、ゴーフーで、足割れじゃない、足割れ、OK。おーっと今ちょっとファイルバンカーだったら超怖かったさ。これはうまい瞬間移動は使っていく、瞬間移動あのいさあうまくボールと通常攻撃を組み合わせて相手の動きを止めてさらにガンを奪っていきます。おーっと弾いて前ハイからマッパンチで横に突っ込んできますが、一回返していきますね。おおすごいすごい。あとダークエンジェル行ってらっしゃい。18ヒット消えた、消えるのか今回は。リザードは方位判定のないでかい塊が画面の下まで飛んでいくんですけども、今回消滅しましたね。さあ勝ったな、カメゴメの目。一度のチョークで十分だったな。試金石よろしく品定めとは趣味が悪い。その評価に多少の興味はあります。
comes a daredevil. トランシ消えんの？別にトランシの話しないけど。さあ行きましょう。出てくるな天外の。Get ready to rock。だけどするよな。Heaven or hell, duel one. Let's rock. But come on. ああ、亀米の向かい、天雷の。さあ、シューティング、ケミカルは、飛び道具貫通する効果があるんですけども、ちょっと届かない場合、スマーチ保ってシューティングしていきます。まあ、ワンフリーの弾きが非常に強力、効果強いですね。あとゲージを余分に入ってきましたが、スティンガー、スティンガー、スティンガー、そして PK か PS か PK かな。素晴らしいシューティングゲーム。デュオ2、キープオンロッキオンフォークしてますが、この2ウェイ作られてしまうとかなり面倒くさい。ミノは地上を走れないコマの移動のためかなり面倒くさいですね。空中ショッカーをして、2段ジャンプでどんどん前に近づいていくのがいいのかもしれませんが、難しいか。スパイキー紹介がこれはカウンターヒット確定。前に前ハイドとしてハイスがここでカーカス弾打って T 先生 T 打ち SK なんですね。まずしてもいいですね。さあここでやっと触った、あとは起き上がらせないようにしっかり届きたいところ。さあ中の中段の補正切りから画面端揚げ返し、これ美味しい。チャンス9ホームから前ハイスラッとキャンセルができないか。揚げ返し、バーストしてケミカルで前秒するスーパース読んで中段から足払いケミカル入りません。長森の差し合いさんに対して2K が刺さります。最初ラウンド、最初ラウンド。さあまずはね、第1ラウンドと同じように距離を取っていきたいところ。ラウンドを取ってこの距離ならケミカルが刺さります。あ、そうや、このフェイス性物が井戸川としてもかなり厄介なんですけど、ケミカルを打ち込んでいく。さあ頑張って音符と一緒に攻めてマイピーを回っていますが、ここで消毒の補正切り起こして、さあ届かないマイピー、これだけできれば十分か。いや、これをいいかも。すまんな、長くしていく、素晴らしい。さあ最初のキングハイ、マイハイスラー、とりあえずおっとケミカル、今回からのこの発生の早い飛び道具の暴れがね、増えました。基本で、フォローもできますし、非常に強力です。ちょっと間が空いたらこうやってね、リバーサルで飛び道具出てきますが、イフラの 7.1 の読み合いと言えるでしょう。だけど、ミノに関しては縦気味とか結構打ってきました。横気味はあんまないんじゃないかな。で、出てくるのは、ロースレイヤー。さあ、まとわりついて2点マッパンチ、こちらもマイハイスラー非常に発生の速い、ライフ技ですね。2段だから自分もなんかミスに引っかかりやすいのか、ガンガン狙っていく形。蔓延して投げを決めてキングス、ウェインス 2K から蔓延して中継ファイルバンカー、もう1回クロスアイス2段目当たらない。あ、死んだな。あれ、さびついて殺していく展開が早いイーフォン選手、ロースレイヤー。ダイヤンド、さあここで 2K から、さあここでファイルバンカー、これでマジで今回失礼マジここコンティニュース、今回これってなるポイントであるんですけども、非常に発生が早いので、これもかけて遊ぶ時は走ります。ガードシュエースで見せますからね。
体勢めぐって投げて裏からダストかクロサイズ、ここは表面の耐久時間を利用して返していきますが、あーと届かない中段ガード 2K もパンチ前、はい、これは食らっていったヘルファイアダストとの差がどうするか、まあ、ダマですね。最終ラウンドいきます。さあ結局この形になってしまうとイノがね押し切ることが多いので、その前にどうやって止めていくか、あと戻っていく CS をね K マップ半身の後に打ってくるのはね、4回の敗北ですね。タッチを縦ケミから攻めていく、ダメ足 2K2S ケミカルから中央ギャンを駆使して攻め続ける。さあなんとか触りたいがケミカルが強い、 SS ハイスラ狂言ロマンから残って、まあしかしダメ足やはり繋がらない。あー、下回し投げ無敵がレイトにはあるんですけども、強気に返していきました。勝ったのは天雷の、あれニートどこ行った、いた。決勝戦、今勝ちました天雷チーム対、どこだエタローチーム A 番内で決勝戦です。一応人間よ。ゲームオーバー。はい、決勝戦となります中級者大会。俺の体力もそうです、もう眠い、疲れた、死にそう、目が痛い、お腹減った、もう無理、とても辛い、やっぱね蓄積がねガクラしちゃいます。それでは決勝戦、先方決まってみましたらスタートボタンを押して始めてください。中級者大会決勝戦です。もうすでに B 番台から E 番台までは制限内となっております。A 番台、ワンピン側、エタローアクセル、グラスレイヤー、武藤、ソルチーム、 2P 側、天才、イノ、メタフォーショーキー、ターゲージ、アオロスレイヤーシーン、ヤクルト、岩村ね、引退マジつらいわ、引退じゃねえや、対談、きつ。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さあソウル対スレイヤー、ソウル対スレイヤーはやっぱソウルが結構ブイブイ言ったんですね。さあ低空ダッシュ、キャンですね、これ非常に強力なんですが、キャンしてるときに相手が何をしているのかを見て、その後の行動を決めるとね、すごい良かったりします。あ、キャンしてラムレザルがフットセットしてる、じゃあジャンプ D を押そうとか、相手地上のままだ、地上で何かもしない、じゃあジャン S とかね、 DDDSD オーディフェンダメージ、これは痛いぞ DOT、 はい、中央段を当て上から触りたい、まあ頼むよ、ボン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 ヘルファイヤー、
あ、確かに止まってない。タッチピュー振ったが、なんだ ?2K が刺さっている。あ、手掛けろ。踏み潰していく。あと、画面足、前入り、ガンガン攻めて。さあ、はじめに、当たってしまった。PS、S、はい、E が当たらない。タッチピューパンパンチ、強気にノーゲージし、そしてファイルマンが打って、前系を振り出ますが、ここまで倒されてしまい、画面はじい。PS、NS、2系のパンチ、からの前系、噛みついて、噛みすぎる、ホテルバースト。あ、足の昇竜拳、ちょっとフレームが落ちた。これ、どうしようかな。なんかちょっと遠距離戦、歩いてゲージがガンガン溜まるのはスレギア。マンパンチ、マンパンチ。あー、ここは危なかった。シンドバーツだ。画面端どっち、平気でガード。前ハイスラー、表後ろ表みたいな感じでね、移動して揺さぶってきました。近所に1万ヘクタールくらいの空き地はないものかな。そっ、 Here comes the Daredevil。Who dares to enter the mayhem? Slayer. Give up that view. Slayer versus Slayer. Get ready to rock.完全事件ですね。ロケラ戦、さあ端に追い込んでいくのはハイスレイヤー。さあ、総力の殴り合いが進みます。 SID、2K、T と当たらない。しかし、TPS 相手の止めに引っかかる。ダウン、D、落として殴って殴って DOT、体力を一気に減らす。ホボリちゃん分速は行く。中段ヒットは 2K、 前、ハイ、裏から足払い、懐かしい連携ですね。ガードをここ多分爆瀬を越していたんでしょうが、出ませんでした。うん、さあ得意のマッパンチ、ゲームパンチからの TS 打ち込み、入れ込みです。ガン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 、そしてここで空中バックダッシュ、バックダッシュじゃない、バック性からのジャンプ。プロサイズ、タッチ、はい、S、はい、D、K、B、K、K、E 落として、裏めくり見えません。D、これは時間を使ってどっちだ、殴ってるな、はい、本色。しかし、裏回ってからの立ち合いする足場で勝ったのはグレスレイヤー、グイだ。ごめんなさい。はしたないようだが、オードブルでは満足です。 Here comes the Daredevil. Who dares to enter the mayhem? Ochobu Zephyr Center Arson Slayer vs. Chokkin. Get ready to run. さあ、もちろん出てくるのはポショムキン。あ、ヒート。Heaven or Hell Duel 1 Let's rock! タッチ!今のことです!はい!光るぞ!うん!はっ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 !さあ、メタポションキン、ここはね、中堅出てきたからにはもう、いけるってあろう、スレイヤー倒したい。けど、そういういける有利だっていう組み合わせこそ大会では緊張してしまうんですよね。おいしい
ガイガン、あはい、つなげ、F、ダンボー、許しません。見どころはあるな。ダイナンド、あらもうスレイヤーに近づかれたら回すしかありませんね、ポトムチは。さあ、ゲランヒット、俺は爆睡したいんだろうと、振っていく。ジャディ、ここはチョーカー、2年生早いが、ポトムチインボースト、キーフォー、エクセンド、ゲージも溜まっていく。あーと、キャンメイキス、ロマキャンからタッチしてヒット、オキセルハイジャンプからキースで返していく。ジャーメンス、なんかわかんない、 SS だけで攻めている。あ、あーとバタイっぽい、 S、 2S、 D、K から K、S、K、D、K、P、K、ジャンプ、スライドヘッド、ダウンし、生きている。うおーうおー、見える、なー地味にこのタッチピー、あのスレイヤーめんどくさいみたいですね。え、了解だ、次の先生、信頼してたのに。 Here comes the daredevil。 きついよね、アテナパーは結構。 Who dares to enter the main house? Axel Rowe, Edberg Magicombo、 Axel vs. Champion、 Heaven or Hell, Duel 1、行きましょう。エタロアクセル対エタロポトムキン。エタロさん、この大会で9段に上がりましたが、なるべくね、10段11段と目指して頑張っていて欲しいところ。今日はもうね、制限台8段に落ちるまでできませんからね、もう強豪が群がって選択の余地がありません。まあ別にポトムキンぐるぐる回さなくても、ヒゲさん結構パッと、パッと投げるとかありますからね。今日は KB さんは隣の白鳥じゃないですかね。わかんないですけど、今日わかんない、見えてないから。スライドヘッド、画面中央ラスト、アイテム、アクセルボトルギーは近づくまでは大変ですね。近づいたら目線は比較的下切りやすいキャラなんで、上から行ってね、あの近づけば結構いけるかもみたいな感じがするキャラです。近づくまで頑張りましょう。そして 2K 対応キャラなので 2K 円 S ヒートまで決めて画面端、もうストップ、ストップできなかった。飛んで落ちて、マイピー、うまい、ジャンプエースを潰して、もちろんのマイピー、クロエナ使ってたりとかでリターン的にも微妙な時もあるんですけども、出るとやっぱ強いですね。追いかけて、ここはしっかり学生、さあこれ出し切り、ハンマーのブレイクが今回ちょっと弱いので、こっちにワープン、やったー、コンボだコンボ、トリシューラシュド、トリコン、あーっと、よくもそんな醜い技をみたいな感じで切れてるんですね。醜くないけど、かっこいいけど。おっと、潰す、押田さんだったら2敗したらで真空ガラスですけども、ここはジャンプ見て優しくタッチ、あと狙いは良かったがちょっと早かったか。近づくまで我慢したいが、マイハイヒット、おっとこの野郎、投げキャラの俺の前で投げなんて甘えてんじゃねえと、マシテンさんがヒット、
ちょっと俺も今日やったらなんかね急いでるくなっちゃうんですね。投げてスタート、弁天様 IQ2SS ハイ G ボンバー、逃げるだけ、しかしゲージあるぞ。ホチョムキン行け、戦艦ホチョムキン沈没です。さあ非常にかっこいいコンボが決まりました。先祖はゴリラだと思って過去を調査してたけどねえか。アクソル vs ソウ、初級者大会面白いと思います。ぜひね、参加資格があるんであれば出てみるといいかもしれません。ただ中級者大会はちょっとね、1週間の疲れが蓄積してそろそろ夜になると辛いので、後半になるにつれて俺のテンションが落ちていきますね。探したぜその胸、いやいやこの時代のあんた、だからさ、あたしの時間をうろつくんじゃねえよ。Heaven or Hell, Duel One。モーションとね、言葉がちょっとあれですね。さあ、出てくるのはテンパイの。テミカルが勉強するして、テミカルおばさんですね。さあブリッジシールド巻いて、すごいじゃん、ジャンプボンバー、さあヒット巻いて、うまい、クイズラッシュ、いい上がりもこうでしたが、弾取れない、さあ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 、2K、これもですね、キングからテイスティングが当たりませんので、テイスティングの 2K を利用して、相手の攻めをカットしていきます。さすがに 2K をお互いとも振りまくっていますが、空中投げに行ったところを投げ返し、いやー、あんまり見たくないアクセルの生足を、もうズームアップでこう見せられてくる、そう、きついですね。ダメージ。あ、もちろん強軍。あ、風邪気味ですね。さあ、とジャンプする。おお、あと 2K、2K で全姿勢で回避しようと試みますが、それをさせません。ジャンプから足払い、音符、音符。CS ケミカル、さあどうする、なんか、それは盛り上がらないね。今ちょっと着地までカウンター判定なんで、ダッシュされていったら危なかったですね。さあ気持ちよさそうにギターを弾いて、最初ラウンド、ラッコン、レッケイ、ゲーム、あははちょっと疲れてきた。そうですね、オフとオフが重なっていない。で、タンクで返すサイドフリーがいいのですが、確かにしたら画面出る、ゲージある、腰のひらひらかっこいいですね。ジュンみたいにジャンプビーができそうです。あっ、あー、足払い、ここでついに炸裂が、あおう、あーどうなるジャンプリー。さあそういうわけで最後は執念のジャンプリー、勝ったのは店内の影津カオルスレイヤーメタボ商品チームです。優勝おめでとうございます。何事も程度が重要なの。崩しはジャンプ D が連続ガードではなくて発生が遅いので、読んでたらまあ適当に、弁天でも 2K でも打つといいんじゃないですかね。あ、こいつジャンディしかしねえなと思ったら、もうジャンケン食らったらボロ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 って、ね、処理権してればいいんじゃないかなって感じです。
というわけで、本日の初中級者大会すべて終了となりました、最後ちょっと A 番内で3試合連続ということで中級者、やりましたが、まあ、B 番内から E 番内は、ね、制限内にもなっているので、こういうことしただけです。まあちょっと遅くなってしまいましたが、次回からちょっと、もうちょっと考えます。というわけでお疲れ様でした。